終わり国会文は、永遠2年11月8日付で、終わり国の軍事、有力農民が国主である、藤原元長の秘宝失政を訴えるために朝廷に、訴えた文書。全31箇条からなり、これを受けて、元命は、翌年の字目で解任された、終わり国軍事百姓都会文とも、内容は県伝を行って、省税を課長する。 香水庫や実施などの課長を行う、公益の際に百姓から安価で絹ぬを買い上げて、余剰を他国で高値にて売りつける、終わりを通過する管理や休民に対する食料、国内の施設の修繕費及び工事に携わる、人々への費用、さらに国家の管理に対する給与や、食料などを横領して、京都の指定に運ばせているにもかかわらず、公文書には、 適正に支出したと記している、元命の指定、老働による、老石、運送負担の強制、元命の出勤怠慢、自分に、都合の悪い公文書を交付しない、その他元命やその身内による、私利追求行為などが記されている。十世紀以後、国史の地方支配に対する住民の不満から、国史化成上訴と呼ばれる越や武力を伴う国士、国史、 国が襲撃なども相次いだ。終わり国海文は原本は残されていないものの、鎌倉時代の写本が全文残されているなど、伝存状況が良く、当時の地方政治と国主化成上訴の実態を伝える文書として評価されている。もっとも、終わり国では10世紀から11世紀にかけて国主化成上訴が計4回発生しており、 元命が極端な悪性を行っていたわけではない。また、怪文自体も、和風の46弁令体という高い文章、作成能力を要する漢文体をとっており、当時の地方文化の高さを示すとする見方と、実際には、軍事らの意向を受けた、京都の文人が作成したとする見方がある。さらに、元長自身花山天皇記に登用された人物で、あり、 カンナの変による花山町系の官人の排斥に巻き込まれて、不当に抽象されたとする見方もある。写本としては、1281年写本の、早稲田大学書、造本、1311年写本の、東京大学資料編纂ん書所蔵本、宇宙歴史配文書、1325年写本の、新福寺所蔵本などが知られている。ありがとうございます。